始まりました、しまたけチャンネル。ということで、しまたけチャンネルの竹担当の竹井志門です。よろしくお願いいたします。しまたけチャンネルの島フラミンゴです。覚えましたよ、僕も。覚えましたね、はい、ありがとうございます、はい、最近分かったんですけど、フラミンゴってクエって鳴かないらしい。え、なんて鳴くの。気持ち悪い。ちょっと聞いてください、島蔵さん。なんすか。私この間超久しぶりにテレビのお仕事に呼ばれて行ってきたんですけど、はい、40歳超えて、はい、売れてない芸人が30人集められたんですよ。フジテレビに。こういう番組なんですか。ちょっともうちょっとさ、きな臭い匂いがするじゃないですか。あ、はいはいはい。でね、やっぱ40歳超えてる芸人ですから、うんうんうん、僕でまあまあ後輩でしたからね。もう吉本の先輩いっぱいいて、みんなもう40歳超えて慣れたもんですよ、はい、やっぱ、うんうん、例えば3時集合だったら、はい、2時55分に来てました、みんな。早すぎもせず、遅すぎもせず、ちょうどいい時間も分かってますわ、皆さん。こんなもう恥ずかしいなと思ったけど、久しぶりですよ、はっきり言ってテレビ来るの、僕以外もみんなね。はいはい。もう楽屋でみんな記念撮影してます。Facebook のメッセンジャーで画像、ポン分け合ってましたよ。どういう企画かっていうと、演者の方がいて、僕ら別のスタジオに30人芸人いて、その演者の方が、あるあるを言うんですよ。売れない、40超えて売れない芸人あるある。おお、はいはいはい。例えば借金があるとか。あ、なるほどなるほど。そしたら僕ら30人の方がボタンを押して、なるほど。で、30分の30だったらゴルフ形式で、ボールが30ヤード飛ぶと。おお、いいですね。だからこう、ちょっとずつちょっとずつ近づけていって、カップインするっていうゲームなんですよ。はい、いいですね。はい。で台本見たらね、このテーマが来たら僕が喋るとか、はいはいはい、このテーマが来たらこの人が喋るみたいなのがあって、はい、ただバラエティーなんで、はい、台本通りことが進むかどうかは分かんないですけど、はい、おうおう、でいざ始まったら全然台本通りいかなくて、はい、あら、だからもう僕一回も押せてないんですよ。要は一回も喋るチャンス回ってきてないんですよ。あ、そう、で まだ僕いいですよ、普通の格好ですからね、はいはいはい、こんなさ、すごい衣装を着た人たちがさ、ただ映ってるだけみたいないっぱいいるんだよ。だから30人中多分10人ぐらいしかおしゃべりできてないから、小林幸子の衣装みたいなの着たいいるんですか、そういう、そういるけど触られないのよ、全く。さ、最後の方になってくるのも分かるじゃん、はいはいはい、ボールが G に乗ってるの、はいはい、みんな喋ってないからさ、急に押し出すのよ。だからグレーに乗ったら、その例えば5人ぐらいしかいないことを言おうとしてるのに、みんな喋りたいからめっちゃ押して、なんかすごいレアなあるあるが来てるのに、30出ちゃって、ってグリーンオーバーしちゃって、子供の質問が来たら、僕だったんですよ、子供が。はいはいはい、いる。みたいな。はいはいはい。ただそのあるある言う向こうの演者さんたちが、わかんないですよね、そんな。全然それ言ってくれないから。それ何がよく飛んだというか、借金までも意外とみんなしてなかったのよ。だから、40代になってるから、20代で借金して30代で返して40代になってるんじゃないかっていう。だからね、飛んだのね、あ、意外とね、飛んでないのよ。借金なんてなんかみんなありそうな。ありそうだけど、はいはい、4人とか。意外。いや、ほんと俺だから、テレビ局に弁当をもらいに行っただけ。あれですか、銀だらみたいな。銀だらみたいな。そうです、そうです。いいな。いいやつだ。そうだ、竹江さん。そんなことよりだ。あなた舞台出るんでしょ。はい、ルーキーズ。そう、出ます。うわ、ちょっと待ってくださいよ。なんで言ってくんないんですか。なんで隠してたでしょ。隠してないですよ。隠してた。いや、発表までは隠してました。言ってくださいよ、発表前に。なんで。いや、隠してて、そう、舞台しか言ってなくて、オリジナルのなんかそういうやつかなと思ってたんですよ。はい。でもなんか全国回るみたいに言ってて、あれみたいな思ってたら、急にですよ、昨日ルーキーズの舞台に出ますみたいな LINE で。いやいや、昨日発表があったから。言ってくださいよ、公式に。公式の前に言っちゃダメじゃん。言わないですよ、僕。言うでしょ。言わないで言う。言うし、芝君はちょっと話持って言うじゃないですか。どういうことですか。言わないっす。
言いますよ、僕は。言わないっすよ。なんか、川藤の役やるぐらいの感じで言いますよ。下手したら。LINE で、ルーキーズの舞台だって。まあでもそんな別にいっぱい出るわけじゃないし。いや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 、名前ありましたし、役柄はダメなんですか？役柄ダメか。そうですね、まあ高校生の可能性もありますから、まだ。うわぁ、ね。すげえな、カッコつけて。カッコつけてないよ。カッコつけて言わなかったじゃないですか。カッコつけて、なんか舞台としか言わずに。ちまくんに、ちょっと舞台ってどんな感じなのって相談したんですよね。そう。その時言うチャンスあったじゃないですか。確かに。まあでも、ちまくん北斗の拳出てるから。そうですよ、北斗の拳も相当ですから。雑魚キャラ。1ヶ月ぐらい稽古がありますから。そうなんですよ。それが高校生役なんで、みんな若い子たちじゃないですか、いるのが。はい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 。俺、いじめられたらどうしようと思って。おっさんって言われて、脱げよって言われて。分かんないじゃないですか。そんなことあります？そんなことないとは思いますけど。刺激的でいいじゃないですか。だから、いじめられないように尖っていかないといけないかもしれないです。最初パッて。最初ね、最初肝心ですからね。武井さんの場合舐められないと思います。やっぱスキンヘッドですから。あとガタイもいいですしね。いや、ちっちゃいですよね、僕。高田信彦みたいじゃないですか。いや、高田信彦ちっちゃくないよ。あと確かに高田信彦に似てるけど。顔もちょっと似てるって言われてますよ。なので皆さんね、もしそちらの方もルーキーズの舞台も、ルーキーズ東京、大阪、滋賀でやりますので、滋賀で、はい、よかったら見に来てください。もしかしたら客席に原作者の森田正則先生を見ることができるかもしれませんので、じゃあホームページの URL を概要欄に貼っておきます。お願いします。もう久しぶりの役者なんで、っていうか、まあ舞台は初めてですから。はい。過去マイチングマチコ先生、そして幻パンティ VS 変鎮ポコイダ。ちょっと待ってください。何ですか、幻パンティ VS 変鎮ポコイダなど出てますので。知らないですか、幻パンティ VS 変鎮。マイチングマチコ先生は知ってます。はい、幻パンティ VS 変鎮ポコイダは永井豪先生の原作の。デビルマンの、はい。知らなかった。まあもう漫画付いてるというかね。本当だ、はい、うわすごい。なんかご縁ですね、これも。はい。はい、もしよかったら見に来てください。はい、お願いします。お願いします。